こんにちは。ゾラ、バラの騎士。マナスピードが遅くて全体攻撃、えー。ステータス以上の浄化を持っている。相手からステータス以上をかけられて、それを浄化したいんで、まあマナオソは一応噛み合っているのかなと。ただ、攻撃力アップがマナオソ英雄ってのはどうなんでしょうはい、来ます。 とりあえず左に黄色が欲しいのに右にある。まあ、とりあえずここ行きましょうか。まあ、とりあえずここ行きましょうか。ずれちゃうけれどここ行きましょうか。盤面はもしかしてめっちゃいい バルールに出血ダメージ。ゾラ生き残っててくれ。頼む、頼む。よし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 。では、えー、今羊が、えー、出血ダメージ受けてますね、えー。全体攻撃のゾラを使います。バラはかっこいいけども育ってないんでダメージ低いですね。 羊で回復して、教授使って、えー、シフカウンター貼って、ここは黄色ダイヤ行きましょうか。行っちゃいましょうか。ええー、では。 マリアーナにワドルズ使って、なおかつここ行きましょうか。よし。では、えー、バルールを倒したい。よし。かなりダメージ受けてくれてるんで、このままレオリナスを、えー、倒したい。 カウンター状況はかなり優位だと考えてここ行っちゃいましょうかえそれではそれではまあとりあえずもう一回空行きましょうかえー、羊は使っていい 表示も使っていい、えー。ペパーミントに対してワドルズを使って、えー、シフカウンターは一っ待ちましょうか一旦ここ行きましょうかよし、えー、結果論でシフカウンターは貼っといた方が良かったなと。 あくまで結果論で。えー、それではシフに、あー、また黄色降ってきた。えー、盤面はいいな、ずっと。えー、さらにではもう、ワドルズ、ワドルズ使って。はい、これで勝てますかね。マインドレスが。 倒し剣。これでカウンターで外す。あと一歩なんですけどね。その一歩が遠いんですよね。はい。では、えー、ありがとうございました。えー、今回は、えー、スキルレベル8まで育ったゾラを使ってみるでした。 ゾラでとどめとなるかいきましょうか。やったゾラ動画成功ですね。はい、ありがとうございました。